ニュースマグビです。東京都内のリハビリ専門病院 VIP フロアの食堂でサイクルウェアを着た谷垣貞一氏が目撃されました。右手にスプーンを持ち食事する谷垣氏、週刊ポストによると食事の介助はなかったようです。リハビリ専門医によると、右手が動くのであれば首から上は大丈夫、判断能力にも問題ないでしょう、政界復帰は十分可能ではないかとのこと。自転車の転倒事故で入院してから1年近く、永田町では次の副総理にとの声まで出始めました。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。